皆さん、こんにちは。ネットビジネスアナリスト。 横田修林です。今日もネットビジネスに関する情報を生中継で15分間お届けしてまいります。今日もよろしくお願いします。はい。今日は2024年10月2日水曜日になりましたが、今日はですね、弊社が行っていますネットビジネス研究会0円会員、まあ無料で使うことができるというサービスなんですけど、こちらがですね、ディスコードの方に移行して間もなく1年になるんですけど、これの9月分に投稿した内容をですね、皆さんにお届けする日となっておりますので、ぜひ、今日はですね、15分の動画、 フルで全員がご視聴いただける日となってますので、よろしくお願いいたします。いつもであれば、YouTube のメンバーシップ月額190円から学びます。デイリー会に入ってないと最後まで見ることできないんですが、今日はですね、フルで。 見れますので最後ままででお付き合いいいただけばと思っていますでは、この0円会員無料で入れるサービスっていうのはどういう内容を投稿しているのかということで、今日はですね、もういきなり本題に入ります。詳しい説明はなしで、いきなりもう見ていきましょうということでやっていきたいと思うんですけど、はい、こちらからご覧ください。どうぞ。 はい。ではですね、ロ円会員のですね、内容、ディスコードでやってますので、見ていきましょう。まあ、左側にいろんなカテゴリーがあるんですけど、これを追って説明していきますが、まあ、順番に行きましょう。まず一つ目はですね。生成 AI の画像とか動画に関するニュースということで、ここに出てますね。これも名前で、名前だけでもちょっとね、だんだんわけわからなくなってきてるんですけど、はい。えー、c e e d というものが発表されましたと、焦点移動ができるということで、まあ、いわゆるですね、その、動画とか、 え、映像っていうのはですね、この、どこに焦点を合わせるかっていうことで、それがピンボケするっていうことが起きるわけなんですけど、これをですね、焦点の移動もできるというですね、ものがありますね。いわゆる iPhone だったら、えっ、ー、と、シネマティックモードっていうのがあるんですけど、ああいう感じのものがですね、できるということで面白いですね。 はい、続いてですね、こちら、えー、ハイパーというですね、動画生成エリアがあるんだけど、えー、テキストから画像生成や画像の動画化が誰でも簡単にできるということで、まあ、こういうサービスがどんどん出ますね。はい、続いていきましょう。こちらです。 はい、え、ランウェイですね。の最新モデルが縦型動画に対応しましたということで、まあ動画生成においては横から縦の時代ということで、これ縦はショート動画とすごい相性がいいので、短い動画であれば耐えられますからね。そういう意味ではね、注目ですよねということです。はい、ついてこちらです。 ディープフェイクが登場ということで、1枚の画像を選ぶと一瞬で自分の顔と入れ替わる。動いても違和感ゼロということで、まあこういうことがね、簡単できるツールが出てきてますねということです。はい。続いてはですね、Google AI Studio の開発リーダーがとんでもないことを口走ってますで、10億トークン程度はクールじゃないよ。何がクールかわかる。1兆トークンだよということですね。 やばいですね。Google AI Studio が一丁トークン対応になるようなことがあったらどうなるんだろうって話なんですけど、果たして本当なんでしょうかってことですね。はいですね。ランウェイの新機能ビデオトゥビデオを試してみた動画をアップロードして、プロンプトを入力するだけで、動画から動画にですね、直すことができるっていうもんですね。まあ、ビデオトゥビデオも出てきましたね。 はい、ついてですね、はい、えー、これ、リショット AI が登場って、精密な視線コントロールができるのが特徴ということで、目のね、動きをこう動かすことができるというものが出てますね、ということで。そして V0。まあ、V0 についてはちょっと話さないけないんですけど、まだね、あの動画撮ってませんが、V0 の話はね、あの非常に重要なので、皆さん見ておいてくださいね。はい、続いてはですね、動画生成 AI の話が出てますけど、これまだですね、9月ですよ。 AI 感じの話もありましたね。ということで、9月もいろんなニュースが入っているので、ぜひ皆さんね、チェックしておきましょうということです。まあ、これ以外に追えないものはですね、あの、月末に人工知能 AI に関するニュースっていうことで解説しているもありますけど、まあ、この中でも特に注目のニュースだけをここに上げてますので、ぜひ見といてくださいということです。はい、続いてですね、サービスツールってところに行きたいと思いますが、はい、ここを見ていきましょう。 はい、こんなニュースが入ってますってことで、これ R25 というですね、あの会社ありますけど、ここのとこでニュース配信が1日3万円なら価値あるねってことで、ノーフォローがないのでバックリンクにもなるよってことで、R25 ね、ちょっと注目しておいてくださいということです。はい、続いてなんですが、はい、どんどん見ていきましょう。あれ動かない。動かない。 拡大すると動かなくなっちゃうね。はい、続いてですね、AB テストのリンク集ということで、まあ、こういうですね、あの、面白いサービスとか面白いツールを紹介しているというスレッドなんで、えー、いろんな AB テスト見たい方はご覧くださいってことです。で、大きな文字で X にポストしませんかってことで、あの、絶対時に変わるというですね、まあ、非常にま、単純な、あの、サービスなんですけど、面白いですね。よかったら使ってみてくださいってことです。あとは、えー、芝原広大が作った業界マップがすごいってことで、これ結構面白くてですね、 この、こういう風になってるんですけど、これ面白いですよね。はい。こういう図解できる人、本当に羨ましいなと思うんですけどえ、こういうものがあります。あ、これとこれ別か。これ、これは身体と内臓とつながった感情が分かれて、これね、人工知能を考える上ですごい大事なので、これ面白いなと思ってるんですけど、そしてこっちが柴原広大の業界マップですね。いろんな業界のマップがあるので、見といてくださいと。すごいですよね。こんなにいっぱい。 スクロール、スクロールするだけで終わっちゃいますね。はい、というものです。はい、こちらですね。遠隔操作の油圧シャベル。なんと1700キロ離れていても普通に操作できちゃうらしいっていうことでですね。まあ、こういうようなことができるようになってきましたね。で、これも面白くてですね。フィンランドの理科の教科書の科学にあったですね、地球に存在する元素の相対量を入れ込んだ周期表ということですね。まあ、このようにね,あのね、変な感じになってるわけですよ。面白いですね。 あとは、瞬時に直接メモも書けスマホも立てられる収納力抜群の、まあ、なんていうんですかね。このタブレットというかですね。まあ、こういう IoT ツールですね。もありますということです。ここまでが、はい、9月分でしたね。マーケティングに行きましょう。はい、マーケティングの1個目、これ面白いんですよ。これは、車のフロントガラスに、 こういうふうに貼るだけですね。これで駐車違反を撲滅できるというもんなんですね。今まではタイヤをロックさせるとか、なんかそういったものあるんですけど、これ、あの、前に貼るとですね、<laughs> あの、前が見えないから、これが外れないようになるとですね。で、それを外して、で、それをですね、あの、所定の場所に持ってって,ってくださいと。で、持っていかないと、またですね、あの、限定になったりとかするので、ちゃんと元に戻してくれるというものまでついてるというですね。面白いですね。はい。そしてこれ、えー、オープン AI のですね、企、えー、業家。 サマルトマンさんの驚きのノート術が面白いよっていうことで、紙のノートを今でも取ってますっていうことで、ノートを取るんだけど、取った後ですね、これを切り刻んで捨てるんだということなんで、詳しくね、皆さん見ておいてください。 はい。続いてですね、うまい棒が値上げになりますってニュースがありますね <laughs>。こちらのもんです。あと、採用サイトはどうやったらいいかということで、これ1個だけですね、載せたんですけど、まあ、これ以外にもですね、採用サイトの作り方をツイートしているアカウントを見つけましたので、採用に興味ある方はですね、追ってみるといいかなってます。これなんといってもナンバーね、24って出てますから、1番から順番に見ていくといいんじゃないかなと思いますよね。はい。続いてですね、リモートワークなんですけど、 アメリカではほぼ答えが出つつあって、ハイブリッドワークから出社方針へシフトしつつありますということで、まあ一時はですね、そのリモートっていうのは流行ったんだけど、やっぱりリモートの方が効率が落ちるっていうことが分かって、元の体制に戻ってるってことが、まあどうもデフォルトになりそうですね。 ということで、リモートワークはやっぱり仕事がうまくいかないっていうことが、そ、そろそろ結論が出てきたかもしれませんということです。なんで、まあ、仕事にもよるんでしょうけどね。その、リモートの方で全然問題ないってい仕事もあるんでしょうけど、ほとんどの仕事はやっぱり難しいっていうことが分かってきたようですね。そして、こちらですね。えー、と、金沢大阪間で負担肝臓ということですね。まあ、あの、結局、 北陸新幹線が鶴ヶまで延長したことによって、金沢のですね、関西からのですね、客が減ってますよっていうニュースですね。で、これ、これもですね、図解として非常にわかりやすくて、えー、聞く、整理する話すってあるんだけど、こういうような事実、感想、意見に、こういうまとめ方が上手な人っていうのはいますよね。で、これが、 いいなってことになれば、これをどうやったら GPT 図にできるか、アプリにできるかって考えてみるといいかなと思うんですね。僕もちょっとこういうアイディアでね、作りたいなと思ってます。これもね、僕 GPT 図作ろうかなと思ってるんだけど、X 集客の打ち手一覧っていうのがありまして、これをテキスト化して、これをですね、<laughs> GPT 図に入れたらですね、X 集客に特化したですね、アドバイスができるものはできるんじゃないかなと思いますので、これちょっとね、僕作ってみたいなと思っていますね。はい。 という形ですね。これも面白くて、コンサルティング会社の選び方っていうのがあって、えー、ほとんどはですね、えー、ここです。えー、早期する会社に問い合わせをするっていうことで、その検索して探すっていうのは少ないっていうことが出ているんですね。つまり、マインドシェアですよ。何か思った時に自分が早期する会社があれば、そこに電話をかけてしまう。連絡して,してしまうっていうのがあって、これ全然、うちの会社も同じなんですよ。あの、結局、その SNS やってて、え、発信をしてるとですね、 ふっと思い出したときに、あ、そうだ、横田さんに相談しようって言ってかかってくるってパターンがほんと多いんですね。なんで、直接お客さんを取るというよりは、ゆるくつながっていて、思いついたときに電話がかかってくる。まさにインスパイアするっていう形が、やっぱりね、コンサルティングの場合は、集客としては有効かなって気はしています。 で、このね、チラシもすごい有効なん、有効と面白いなと思って、河合塾さんなんだけど、習慣になった努力を実力と呼ぶって、本当に、ね、僕その通りだなと思って、僕やってる活動はまさにこうだと思ってるので、あの、素晴らしいチラシかなと思った。こういうようなですね、マーケティングに役立ちそうなものをたくさんあげています。これも面白くてですね、これ何かというと、いわゆる通販サイトで商品を購入するときの、この項目を選ぶとこにですね、LINE 友達登録促進っていうですね、のを入れるわけですよ、メニューに。 そうすると、ここのとこで、それを選んでもらったら、友達追加で何円以上がオフになりますみたいなのあるとですね、友達ローク登録が増えるねって話です。つまり、通販で買った後に友達登録しませんかとか誘導するんじゃなくて、購入するときの項目を選んでるときに友達追加ボタンを追加しませんかっていうのをですね、頭に入れさせるっていう方法ですね。これはあの、タイミングとして非常に面白いなと思いましたね。はい、こういうものとかですね。 はい。あとは、えー、ボルボ、30年までに新車の EV 化を撤回ってことですね。まあ、あの電気自動車にヨーロッパは全部変えるみたいな動きがあったんだけど、どうもそうならないで元に戻りつつあるっていう話ですね。 そして、伊藤園さん、えー、純利益が35%減ということで、まあ、大谷翔平を使ったんだけど、うまくいってないということで、僕はですね、もしかしたら、あの、生成 AI に CM を変えた効果が出てて、やっぱり有村霞が良かったんじゃないかってことに気づいた方もいいんじゃないかなと思ったりもしてるんですけど、まあ、この辺の分析はね、きっとプロがやってるので、そうじゃないと言いたいんだろうけど、それもあるかなと僕は気はしてますけどね。はい、続いてですね、 はい、えー。服のサブスクをやっているエアクローゼットっていう会社がある、サービスがあるんですけど、ここがまさかの黒字化に成功したっていうことで、いや、サブスクでうまくいかない会社多いんですけど、ちょっとね、見えてきたなーって気がしますよね。はい。などなどですね、これ9月にあったニュース上げてますので、参考にしてみてください。 で、続いて、通販に関するもの。これもね、結構分かりやすい図解があったので、載せときました。ネットショップの歴史っていうことで、何年にどのぐらいの売り上げの規模があったかってことがですね、こう、表示されて、グラフになっていてですね、非常に分かりやすいですよね。え、こういったものをですね、今回載せてましたので、参考にしましょう。まあ、こういうね、ネタ、ほんと小ネタなんですけど、結構ね、面白いですよね。勉強になるものを集めてますので、ぜひ皆さん使ってみてください。えー、Amazon、えー、ウェルシア、 とですね、処方薬、ネット販売で提携ということになってますね。いや、これはね、結構やばいですよ。ウェルシアさんとアマゾンが組んでいくっていうのは結構やばいですね。というものですね。はい、などが入ってますということですね。あ、これすいません。これ古,古かったですね。これ7月でしたね。はい、続いて SEO 対策 PPC 広告なんですけど、はい、Google が26周年を迎えましたって、これ昨日かな迎えましたねということですね。あ、9月27日ですね。 はい。そしてですね、こちらのニュース。えー、広告からの LP いいねっていうことで、これですね、いわゆるランディングページなんですけど、これ、あの、非常によくできているので、こういう、あの、吹き出しで右と左やりとりするみたいな、えー、ものいいじゃないですか。だから、これの僕 GPT 図を作ろうかな、ちょっと思っているんです。また GPT 図が楽し話なんですけど。<laughs> はい。というものですね。はい。続いてですね、こちらあたり。これも9月かなえー、9月ですね。 はい。ということで、SEO に関してですね、Google Chrome の、えー、タブコンペア機能。これ日本でまだ使えないかなこれも結構面白いニュースなんですけどね。えー、入ってきています。ということで、えー、SEO 関係のニュース。Google の、ね、キャッシュも復活しましたね。 よかった皆さんね、こういう風にね、あの、後からまとまってるとね、便利なんで、えー、振り返ってみてほしいなと思います。そして、キーワードマーケティングに関するニュースも入ってますということで、えー、面白いね、こういうね、キーワードに関するニュースがあるんで、え、今ね、VR チャットが伸びてるんですよね、とかですね、こういうね、いろんなことがね、わかるんで、ぜひですね、注目してください。いろんなキーワードしついて調べています。 で、情報リテラシー論、に、えー、関してですね。まあ、いろんな世の中の心配すべきことを集めているので、これもね、チェックしておいてください。あとはガジェット系ですね。Apple Vision Pro に関することとか、iPhone とか、Android とか、iPad とか、Apple Watch とか、イヤホンとかですね。360度カメラ。最近メタバースもですね、盛り上がってきているので、メタバースはね、今回ちょっと追加したんですよ。3DAR のとこにですね。 そして VTuber。VTuber もニュースをね、僕一生懸命勉強してるので、これ集めてるので見といてください。そしてボーカロイド。これも一生懸命勉強してますので、この辺に集めときました。そしてゲーム関連もいろいろ入ってきてます。ということで,ですね。ネットゲース研究会の0円会員、無料でディスコードで入れるし、辞めたければすぐ辞めれますので、よかったよね、もうすぐ100名になります。申し込んでいただけばと思っています。ネットビジネスアナリスト、横田修林でした。ありがとうございました。バイバイ。